どうも、わかです。山ちゃんです。今日は山ちゃんと一緒に牛のステーキ丼を作っていきたいと思います。はい。じゃあ山ちゃん、今日の一言は？今日の一言は、焼きすぎない、火を入れすぎないです。そう、火を入れすぎず、美味しく柔らかい牛のステーキ丼を作っていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。お願いします。乾杯。では今回の食材はステーキと玉ねぎだけです。こんな感じで全体的に薄くスライスしてください。はい。その方が後で、火が通りやすくなるので時間も短縮できるようになると思います。ね、このぐらいの薄さで切ってあげると後々の食感がすごい良くなるので、やってみてください。はい。今日はね、薄くスライスしていくのでこの筋っていうのはあまり今日は気にしなくても大丈夫です。じゃあ切っていきます。この真ん中の部分だけ使います。はい。で、余った部分はまかないです。はい。スタッフが美味しくいただきます。はい、スタッフが美味しくいただきます。ではもう一気に味付けしていきます。はい。もう簡単に塩コショウを薄く当てておきます。はい。はい。後で、タレで煮詰めていくのでそんな振る必要はないです。うん、軽めで。胡椒はお好みの量をおかけください。はい。こんな感じでもう具材の下処理は完成です。はい。ということで今からタレを作っていきます。はい。では、タレを作っていきます。はい。まず砂糖からですね、大さじ半分ですね。はい。で、次に酒大さじ1です。はい、お酒大さじ1です。はい。で、次にみりんですね。みりんも同量で大さじ1で。はい、みりん大さじ1です。最後に濃い口醤油ですね。口醤油が大さじ2杯です。はい。まあ、こんな感じで今日は和風ソースのステーキ丼を作っていきますのでよろしくお願いします。はい。で、よく混ぜ合わせてください。はい。今から具材を焼いてステーキ丼を作っていきます。はい。では今から、玉ねぎを炒めていきます。はい。カセットコンロです。うん。で、強火ぐらい。強火ぐらい。はい。はい。で、ちょっと温まるまで待ちます。ここに軽めに塩を振っていきます。はい。大体ひとつまみぐらいです。今で大体2分半ぐらいですね。はい。もうちょっと炒めていきます。だけ弱めます。うん。こんな感じで。はい。今でだいたい3分ぐらい炒めて、はい。全体的にしんなりしてきたのでもう OK です。はい。はい。じゃあ一回取り出します。はい。では今度は今からステーキを焼いていきます。はい。ここでポイントが一つあります。スーパーやお肉屋さんでももらえるこの牛脂ですね。うん。これがステーキ丼を美味しく仕上げるコツです。香りが牛脂で焼いた方が良くなるので、はい、ぜひやってみてください。ではステーキを入れていきます。ステーキはだいたい何分ぐらいですか、焼くのは？だいたい、片面1分15秒ぐらい。なるほど。だいたい片面1分15秒ぐらいですね。はい。で、焼いてる間はもう本当に触らなくて大丈夫です。はい。うわ、うまそう。はい、だいたい今で1分15秒ぐらいですね。で、両面、1分15秒ずつぐらい焼いていきます。はい。取り上げてアルミホイルで包んでいきます。いや、ほんとこんな感じで。はい、こうしておきます。うん。お肉にね、火を、この間で通していきます。はい。で、これを待ってる間に、はい、先ほどのタレを煮詰めていきます。はい。で、この牛から出た油、これも旨味なので一緒に使っていきます。はい。もうここに入れていきます。はい、お願いします。で、こんな感じでちょっと、煮詰めていきます。はい。ちょっととろみがかかってきたら OK です。うん。今回はわさびと実山椒を置いて食べていきます。こんな感じですね。こんな感じで、ご飯の上に玉ねぎを敷き詰めておきましょう。はい。はい。じゃあ最後、保温が終わったら、はい、タレと
一緒にお肉を絡めていきます。はい、ここは短時間で仕上げていきます、うん、ただお肉にタレが絡んだら OK です。こんな感じですね、うん、こんな感じです。では、切っていきます。ポイントはちょっと薄めに切ってください。はい、うまそうですね。割とあの全体的に薄めに切った方が、はい、ちょっと筋っぽいお肉なので美味しいですね。そうですね、ご飯と玉ねぎと辛みがいいんで、うん、ちょっと薄めの方が美味しいです。こんな感じですね。美味しそう、うまそう。うまそうですね。残ったタレは上からかけてください。うまそう。はい、こんな感じです。はいはい、わさびと実山椒を乗せて、はい、完成です。これで今から牛のステーキ丼を食べていきたいと思います。めっちゃうまそう。いただきます。いただきます。ちょっとまずちょっとハイボール飲んでいい？はい。いただきます。はいよ。どう？うまいですか？うま。うまい。うまい。ということで僕も、いただきます。はい。うん。うん。あ、うまいわ。うまい。うま。うまい。めっちゃうまい。感謝です。こんだけお肉を薄く切ってるので、はい、すごい柔らかいですね。あの余計な火を入れすぎてないっていうのがね、すごいですね。お肉が柔らかくて本当に美味しいです。最高のステーキ丼が今日はね、はい、ここができました。こうまとまりのある丼です。ぜひお家でもやってみてください。はい、ということで山ちゃん最後に一言お願いします。だいぶ前の動画の親子丼よりも簡単です。ということで、はい、親子丼よりも簡単な牛のステーキ丼、ぜひお家で作ってみてください。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。頑張ってやっていきます。よろしくお願いします。はい、チャンネル登録お願いします。いやー、丼作れたな。うまかったですね。おー、しゃあ